だから顔面にはもらっていないということですね。さあ第5ラウンドが始まりました。 WBA バンタム級世界スーパー、そして IBF バンタム級2団体の統一王者であります井上尚弥です。左フック、ジャブ、ボディダブルで左です。井上もボディアッパー、うわー効いた、マスが飛びすぎます。いやしかしまだボディダブルで左です。井上もボディアッパー、うわー効いた、マスが飛びすぎます。いやしかしまだ打ち返してくる、タフネスです。タフですね、はい、ボディ強い、いいボディ、わーでも打ち返してきますね、しっかりと。まあでも山中さん、今の選手は当然焦る必要もないし、全く、はい、そうですね、焦りはもちろんないですね、はい、ペースを渡す場面も全くないですね。しかしボディタフですね、うん、ディパイン選手も。これあのボディ打ち返してきますけど、これどうですか、ガードはできてますか、もらってるのもありますか。ちょっとどっちですか、あのデパインの攻撃を井上選手はもらってる攻撃はありますかね。はい、ガードはできていますけど、気をつけないとまだまだいいパンチ飛んでくるんで、うん、強いパンチも打っていませんで、ね、チャンス2つ3つ4つ、笑ってますよ、笑っているアラン・デパイン。しかしそれと裏腹に下げさせられています。出てくるか、まだ前に出る勇気があるか、ボディマンツーアッパー右です。これしっかりスリーピングアウェイ、アッパーからボディフック、これもガードしてます。ジャブ一つ攻撃出しますが、こう深く入るパンチはありません。それ以上のパンチはリバイン選手もうまくブロックをしていますよね、うん、右ボディが来た、効いてないとアピールします。逆にこちらもボディ2つ出してから、うわ今度すぐ返してくるチャンピオン、ヒロミチャンピオンです。左フック、テンプル捉えた、ボディ左2つ、今度6、テンプル捉えた、ボディ左2つ、今度右からまた左、入ってましたよ、完全に入ってましたよ今、左ボディ、ボディそうですね、見えなかったはずなんですけどね、パンチのスルベ打ちです。さあ追っていく、これ細かいリズムを使いながら右のフックを放ってきますが、ガードはしてるんですね。ジャブからストレート、ボディアッパー、選手は脳を揺らさないと倒れないかもしれませんね、意識を飛ばすしかないかもしれません、デパイン選手も、ね、上のガードも本当に高いですね、入ってはいるんですけどね、うん、残り10秒切りました。第5ラウンドです。最後ボディで終わる、ここで第5ラウンド終了です。いやーヒカキンさんもしっかりやってると思うんですけど、ただあのディパイン選手のようにここまでモンスターのボディを受けた選手は見たことがないですね、うん、確かによく耐えてるなっていう。関根さんどうですか、そのいやあのね、完全にガラ空きなところにねクリーンに入ったんですよ、目の前で、はいはい、全然効いてないですよね、うん、まあ、効いてるのかもしれないけど我慢しちゃうんですよ、確かにそうですね、すごい